平安時代後期、奥州、現在の東北地方では土着の豪族、安倍氏が権力を握り、反独立的な勢力を形成していました。安倍氏は平和に国を治め、民も大変豊かに暮らしていましたが、重税を要求する大和朝廷に反発、有力武家、源氏の棟梁を大将とした朝廷軍との戦いとなります。強大な朝廷を相手に、安倍氏を中心とした奥州の人々がどのように戦い振る舞ったのか、この動画で振り返ります。古来より奥州では恵美氏と呼ばれる人々が自由に暮らしていましたが、北へ勢力を伸ばしてきた大和朝廷により土地を奪われ、無理やり服従させられていきます。朝廷に従うようになった恵美氏は不衆と呼ばれました。安倍氏は恵美氏の子孫であり、不衆をまとめる不衆長としてこの地でその勢力を拡大してきました。安倍氏の棟梁、安倍頼義は当初形の上では朝廷に服従しており、奥州における大和朝廷の拠点多賀城に赴任してくる陸奥守に対し臣下の礼をとっていました。奥州は豊かなのに、安倍は朝廷に十分な税を納めていない。今の倍の税を払え。たくさん搾り取ればわしの手柄となる。税を倍にするだと、取れるものなら取ってみろ。不衆の分際でこのわしに逆らうか、懲らしめてやる。陸奥守、藤原の成東は朝廷軍を率いて安倍氏に攻めかかりますが、俺たちの正しさと強さを見せてやる。1051年、鬼切部で頼義の子安倍の定党を率いる恵美氏の軍と戦いになり大敗します。ぐぬぬ。これが前九年の駅と呼ばれる戦いの始まりでした。藤原の成東はこの敗戦により陸奥守を解任されました。安倍氏の反発に驚いた朝廷は、有力武家源氏の棟梁である源頼義を陸奥守とします。わしが安倍を討ち、源氏の名を挙げるのだ。安倍氏を討って手柄にするつもりの頼義でしたが、この時都から皇族の病気平癒による大赦が発せられ、安倍氏の罪は許されて停戦することになりました。せっかく戦で名を挙げる機会だったものを。とりあえず許されたが、今度の陸奥守は武勇で名高い源頼義、ここはおとなしくしておいた方がよい。安倍頼義は陸奥守に恭順の姿勢を示すため、源頼義と同じ恩の自分の名を恐れ多いとして改め、安倍頼時と名乗ります。これもこの陸奥でこれ以上の戦を起こさせぬため。安倍頼時はさらに娘の有香を陸奥守配下の有力武将である藤原の常清に嫁がせます。なんと美しい姫だ。そして二人の間に嫡男清寿丸が生まれます。その後しばらく戦はなく、平穏に時が過ぎます。もうすぐわしの陸奥守としての任期も終わる。せっかく陸奥まで来たのに、このまま戦もせず都へ帰るわけにはいかんぞ。定党が陸奥守の家来を襲っただと。源頼義は安倍頼時の子定党が自分の家来を襲ったと因縁をつけ、定党の身柄を差し出すよう要求してきました。バカバカしい。俺はそんなことはしていない。陸奥守は戦をしたくて言いがかりをつけているのだ。人倫の世にあるは皆妻子のためなり、定党愚かなりといえども、不死の愛は捨て忘るることあたわず。頼時は定党を差し出すことを拒否しました。奴らは我々恵美氏を家外の民と蔑み、この陸奥の地を蹂躙しようとしている。
もうこれ以上の我慢はできん。やはり奴らは懲らしめねばならぬ。クククッ、源氏の名を挙げる時が来た。戦いを決意した阿部の頼時ですが、1057年陸奥守の計略で部下の裏切りに遭い、その鎮圧のための戦で流れ屋に当たり、あっけなくこの世を去ります。許さぬ、親父の仇を取るぞ。頼時の後を継いだ貞藤を率いる阿部軍と陸奥守の朝廷軍は木の実、現在の岩手県一関市で激突。血のりがなく寒さに弱い朝廷軍は阿部軍相手に苦戦します。ぐう、やがて朝廷軍は総崩れとなり全滅の危機に陥りますが、父上、ここは私にお任せを。ぐうわ、そこへ頼義の長男源義家が立ちふさがり、短期奮戦して味方を逃がしました。あれが八幡太郎義家か、いい腕をしている。源義家は若くして豪遊の武将として知られていました。京都の岩清水八幡宮で元服したため八幡太郎と称されていました。この木の実の戦いで朝廷軍は大敗し、頼義はわずか7騎で多賀城へ逃げ帰りました。もう頼義様にはついていけぬ。自分の手柄欲しさに戦など起こしてはならぬ。この戦いの最中、安倍氏の姫をめとっていた藤原の常清が頼義の元を離れて安倍川へ着きました。己、あの裏切り者め。木の実での大敗の後、陸奥守の任期が終わっても頼義は多賀城に居座り続け、その勢力の回復に苦労していました。こうなれば出羽の清原をこちらへ寝返らせるしかない。清原氏は出羽の府州長で安倍氏の配下の豪族でした。頼義はこの清原氏を調略し味方にしようとしました。いいでしょう、戦の後安倍の領地をもらえるなら源氏に協力しますよ。清原にも運が向いてきたぞ。1062年、清原氏は貞藤から離反して頼義につきました。己、清原め、裏切ったか。清原氏の裏切りにより戦いの形勢は一気に朝廷軍有利となっていきます。貞藤や常清も奮戦しますが、阿部軍は敗れて本拠地の衣川の策を落とされてしまいます。北へ撤退だ。逃げるのか、貞藤。義家か。衣の盾はほころびに蹴り、衣の盾糸がほころびるように衣川の館も落ちたぞ。年を経し糸の乱れの苦しさに、お前たちが無駄な戦ばかりして民が苦しめられるから恵美氏は立ち上がったのだ。貞藤は義家の下の句に対してとっさに上の句を返しました。その見事さに義家は言葉を失って引き返したと言われています。阿部軍は必死に抵抗しますが、やがて最後の拠点栗谷川の柵も落とされ、阿部の貞藤は討ち死にし、藤原の常清は捕まって処刑されました。無念だ。ははは、ついにやったぞ。私はこの子を守らなければ。常清の妻有賀は栗谷川の柵が焼ける前に何とか脱出しましたが、見つけたぞ。くっ、わしの妻となれ。そうすれば子供の命は助けてやろう。有賀は常清との間に生まれた聖樹丸の命を助けるためやむを得ず、阿部を裏切った清原氏の妻となります。この戦いは正しい戦いだったのか。こうして安倍氏は滅亡し、全九年の役と呼ばれる戦いは終結しました。安倍氏の給料は清原氏のものとなりました。
前九年の役から20年経った1083年、源氏の棟梁となっていた源義家が陸奥守に就任します。懐かしい場所だ。奥州では清原の武貞が清原氏の当主として陸奥出羽を支配していました。武貞には最初の妻との間に実平という嫡男がいましたが、前九年の役で無理やり妻とした有香との間にも子が生まれ、清原の家平、有香の連れ子だった清寿丸も今は清原の清平と名乗っていました。やがて当主の武貞が亡くなり、嫡男の実平が後を継ぎましたが、実平は権力を自分に集中させ、兄弟や一族をないがしろにしたため周りの者たちと対立を深め内紛に発展していました。清原は争っているのか。義家は実平からの要請を受け争いの仲裁をしようとしますが、この最中に当の実平が突然病死します。清平はあの阿部と常清殿の血を引く者、かつてこの地で起きた戦いは源氏がきっかけを作ってしまった。ここはなんとか私が平和にまとめたい。義家は実平の給料を家平と清平に半分ずつ継がせました。しかし家平はこの裁定を不服としました。母は同じだが清原の血を引いていない清平になぜ清原の領地が与えられるのだ。1086年、家平は軍勢を率いて清平の館を急襲。兄弟で争うとはなんと悲しいこと。清平はなんとか脱出して生き延びましたが、清平の妻子と有香が命を落としました。おのれ家平。清原の家平、なんと愚かな。義家は清平の要請を受けて出羽へ出陣、清平と共に清原の城を攻撃します。しかし深い雪に阻まれ一度は後退します。1087年、義家と清平の軍が清原氏の本拠地金沢の柵を攻める時のこと。あれは眼光が乱れている。兵法の書によれば、伏兵が野に隠れ潜んでいる時はその上を飛ぶ狩りが列を乱すという。あの辺りに伏兵が潜んでいるぞ、探し出して討ち取れ。ぐぬ、なぜわかったんだ。義家は敵の伏兵を見破り、これをすべて討ち取りました。義家と清平の軍は金沢の柵を取り囲みますが、なかなか落とすことができません。作戦を変更し兵糧攻めを行う。義家が行った兵糧攻めは日本で行われた最初の兵糧攻めだと言われています。くそ。兵糧攻めが始まって2ヶ月後、兵糧が尽きた金沢の柵から火の手が上がります。家平は下人に身をやつして逃げようとしましたが、見つかって討ち取られてしまいました。こうして御三年の役と呼ばれる戦いも終結し、清平は清原氏の領地をすべて継ぐことになりました。これからは名を藤原の清平と改めます。清平は姓を父常清の藤原姓に改め、これが奥州藤原氏の初代となりました。阿部と常清殿の血を引くそなたならきっと奥州をまとめていけるだろう。私としてはあなたに感謝しかありません。しかし私の父を死恵美氏を差別して阿部を滅ぼしたのも源氏。源氏がいれば恵美氏は落ち着きません。なるべく早く都へお帰りいただきたい。そうだな。これで陸奥も収まったな。義家は都へ帰る途中、勿来の関を通ります。勿来とは来るなという意味だ。恵美氏の侵入を防ぐ目的でこんな名前をつけたのだろう。吹く風を
なこその席と思えども、道も背に散る山桜かな。ここは、なこその席なのだから。その名の通り、風よ、吹いてくれるな。綺麗に咲く花を散らしてほしくないが、それでも風は吹いて、道が塞がるほど、山桜の花が散り敷かれている。この御三年の駅については、清原氏の内紛に義家が勝手に介入しただけだ、とし、朝廷は恩賞を出しませんでした。共に戦った者たちには恩賞を出さなければならない。義家は家来や味方となった豪族たちに自分の財産から恩賞を出しました。ありがたい、立派な統領様だ。義家はこれにより東国武士から武家の統領としての信望を高め、やがて源氏が天下を目指すための足がかりを作ることになりました。私はこの地に、京の都にも劣らぬ都市を築き、恵美氏が差別されるような存在ではないことを世に示してみせる。清平は平泉、岩手県平泉町に欧州支配の拠点となる都市を造営します。ここで建立された中尊寺金色堂は、この時代の美術、工芸、建築の粋を極めたもので、平泉の栄華と文化の高さを象徴する存在となりました。奥州藤原氏はこの後四代百年にわたりこの地を支配することになります。いかがでしたでしょうか。ぜひ皆様のご意見をコメント欄からお聞かせください。このチャンネルでは歴史上の人物や出来事を取り上げて紹介していきます。面白かったと思っていただけましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。